このうち岡山市北区の特設会場には午前8時半の会場から大勢の人が訪れ、税務署のスタッフの説明を受けながらスマートフォンで申告を行うなど手続きを進めていました。スマホでやっていただきました。まあ私もなかなかスマホちょっとね分かりづらいです。パソコンではねある程度できるんですけどね。年々流れとして e-tax かスマホでって感じになってるから、待つのに椅子もなくなったなみたいな感じがして、やっぱりなるべくそっちへ行ってくださいっていうことなんだなというのがとても思いました。岡山東税務署によりますと、自宅で申告できる e-tax の利用者は年々増えていて、去年は確定申告をした人の中でおよそ7割の22万人余り、このうちスマートフォンで申告した人はおよそ5万6000人となっています。ご自宅でできるそのスマートフォンの申告の方を推進しておりますので、皆様がご自宅の方で時間を気にせず申告をできればなという環境づくりを目指しております。また去年10月からインボイス制度が始まっていることで、消費税の申告も今回から必要で、会場にはその相談ブースが設けられています。税務署では今年の申告人数は大幅に増えるとみていて、早めの申告を呼びかけています。